皆様どうもこんにちは。本要約チャンネルのたけみでございます。今回はひろゆきさんの 1% の努力を要約していきます。冒頭でひろゆきさんはとても面白い話をされているのです。アリの巣を観察すると大きく分けて2つのタイプに分かれる。働きアリと働かないアリである。働きアリは任された仕事を一生懸命にこなす。巣を掃除し餌を運びせっせと働く。一方働かないアリはダラダラと何もせず過ごしたままにプラプラと外を出歩く。サボっているように見えてたまにバカでかい餌を見つけて巣に戻って報告する。それを他のアリたちが運んでくれる。そんな働かないアリであれと、働かないアリのようにお金や時間にとらわれない状態になるとチャンスが見えるようになるのだと、まさしくサボる才能があるかどうかが問われているのです。2時間でやるべきことを1時間で終わらせて1時間余らせること、さらには30分で終わらせることはできないかと考え続けること、どうすればもっと楽ができるかを工夫し常に考え続けること。この本ではあなたにサボる才能があるかを試し、それを磨いていくための話がふんだんに盛り込まれております。その目的はただ一つで、死ぬための幸せの総量を増やすためでございます。ひろゆきさんはこれまでレールを外れる人生を歩んできました。就職氷河期で就職せずにインターネットにどっぷりの生活。ところが2チャンネルで成功し、ニコニコ動画で成功し、努力をしない努力を極めて、今ひろゆきさんはフランスのパリで余生みたいな生活を送っております。ひろゆきさんに必要だったのはお金や時間ではない思考でした。工夫を取り入れやり方を変えられること、暇を追求し何かをやりたくなること、つまり自分の頭で考えるということが大事だったのです。そんなひろゆきさんからのアドバイスです。スケジュールを埋めるな、余白を作れ、両手を塞ぐな、片手を開けよ。頑張ればなんとかなると思っている人は甘いです。努力でなんとかなると思っている人はやり方を変えません。ではどうやってそのやり方を変えていけばいいのか、その内容を早速見ていこうではありませんか。本日のお品書きは次の通りです。1限で成功率を上げる方法、2限で競争のいらないところに貼るということについて解説していきます。では早速1限の成功率を上げる方法についてですが、まず最初に絶対に覚えておかなければならないのは、最小の努力で最大の成果を上げることがその人の生産性となるということでございます。そしていくら家庭で頑張ったとしても大事なのは結果であるということです。世の中には結果が全てじゃないよとか、たとえ失敗したとしてもその経験は自分の糧になるから、失敗にも意味があるという人がおります。しかしここではっきりさせておかなければなりません。結果が全てである。いくら努力したとか何千冊本を読んだとか、そんなのは関係ない。世の中は結果でしか評価しない。成功した人の歴史を振り返ってその過程を褒めたたえることはあるが、失敗した者の歴史は語られることはない。結果が全てである。このことを肝に銘じておかなければなりません。そして結果を出して最後に得をする人になるにはどうすればいいかを常に考えなくてはなりません。最後に勝つにはどうしたらいいか、それを睨みながら常に出方を考えておかなければなりません。ここでひろゆきさんのエピソードを紹介いたしましょう。例えば優秀なプログラマーを上から順に並べていってもひろゆきさんは上位には入りません。ひろゆきさんはもともとあまり働く気もなくて引きこもりのようなタイプで、好きなことをダラダラと続けてきました。ただやっていたことがたまたまお金になりやすいことが多かったのです。だから結果的に成功と言われてしまうだけです。ちょうどインターネットで広告形態が生まれてビジネスとして回り始めた時代で、2チャンネルにも広告が回ってくるようになりました。ひろゆきさんよりも能力の高い優秀なプログラマーはたくさんいましたが、やっていることが儲からないから結果として評価されていない人はたくさんいるのです。社会はお金になるかどうかで人は評価を変えるのです。社会で天才と呼ばれるか変人と呼ばれるかを分けるものは、出された成果物を
社会がどれだけ受け入れたかによります。ここで一つ考えてみましょうか。あなたはペタンクを知っているでしょうか。ペタンクとは鉄の球を砂場の上に投げてサークルの中心を狙うスポーツで、主にフランスで行われております。しかしこれが重要なことなんですが、もしあなたがペタンクの能力がズバ抜けていたとしても、日本にいる限りは食べていけないのです。なぜならペタンクが日本でビジネスとして成立していないからです。圧倒的な能力があっても、その能力を評価する構造が社会にあるかどうかで、天才か変人かは変わってきます。仮にペタンクではなく野球の能力が高ければ、もちろん食べていけるでしょう。それは野球という競技にビジネス構造があるからです。中学生高校生男子に人気のスポーツは野球とサッカーとバスケですが、日本ではバスケだけで食える人は極端に少ないです。そういう意味では、同じ身体能力を発揮できるなら野球やサッカーに早めに移った方が食べていける可能性は高いのです。このように成功率を上げる方法とは、自分の能力を睨みながら社会のニーズに合わせていくことなのです。結局どんなに綺麗事を言っても、僕たちは金を稼がなくては生きていけません。ですから社会のニーズに合わせていけるかは極めて重要です。そしてそれは能力値の絶対的な高さとはまた別の話なんです。ですからまず安定収入を稼ぐ本業においては、自分の能力を睨みながら社会のニーズに合わせていくことが必要です。よく仕事で自己実現したいとか、仕事で好きなことをやりたいという人がいますが、それは趣味でやれば良いのです。仕事は仕事、趣味は趣味と切り分けて考えることが必要です。仕事は生活費を稼ぐためだと割り切って、別にそんなに好きではないが社会的なニーズのあることをやる。そして一方でプライベートの時間で自分が本当にやりたい好きなことを追求する、このような生き方でも十分に幸福度は高いはずです。むしろあまりやりたくない仕事をしているからこそ、プライベートの時間でやる本当に好きなことの時間が輝くのです。四六時中好きなことをやっていると、いずれそれに飽きてしまうでしょう。やりたくないことがあるからこそ、やりたいことが本当に楽しめるようになるという考え方もあるのです。そしてよく何歳までに自分の夢を叶えたいとか、好きなことで生きていくために30歳までに芽を出したいという人がいますが、そういう人は30を過ぎたら夢を諦めて普通に働くという道を選ぶのでしょう。しかしですよ、よく考えてください。好きなことを続けられない理由は何ですか。それはお金がないからでございます。売れないミュージシャンがずっと音楽を続けられないのはお金がないからです。ですから本業のあまりやりたくないことであっても、そこでしっかりと生活費を稼げているのならば、何歳になっても夢は終えるし、一生かけて好きなことを追求できるのです。ですから社会のニーズに合わせた本業で安定収入を稼ぐこと、これが極めて重要なことになってきます。あなたが好きなことを一生するために重要なことです。例えばワンパンマンの作者柳瀬さんは60歳を過ぎてからワンパンマンを書いて大成功しました。このように本業で安定収入を稼ぎながら好きなことをずっと続けて夢を追い続けていると、いつか花開くかもしれません。夢を追う時間が長ければ長いほど花開く可能性も高まるでしょう。何歳になっても夢を追えばいい。そして例えば50歳で漫画家として売れたら、本業をやめて漫画家一本に絞って好きなことで金を稼いでいけば良いのです。では一言をまとめてみましょうか。家庭で頑張ったとしても大事なのは結果である。成功率を上げる方法は、自分の能力を睨みながら社会のニーズに合わせていくこと、自分の今やっていることを評価する構造が社会にあるか、自分の今やっていることはビジネスとして成立するのかを考えよう。仕事は仕事、趣味は趣味と切り分けて考え、仕事は生活費を稼ぐためだと割り切って、別にそんなに好きではないが社会的なニーズのあることをやって、安定収入さえ稼げれば夢は一生追求できる。
では次に元の競争のいらないところに貼るについて解説していきます。ひろゆきさんは今まで頑張ってきたわけではないし天才タイプではないけれど社会的な成功を収めているわけだから本書のタイトルのように多少の努力すなわち 1% の努力はしたそうです。例えばいろいろなことに首を突っ込むことや自分の勝てそうな場所を選ぶことは得意だったそうです。ではここからはいよいよ 1% の努力の本質についての話をいたしましょう。例えば仮想通貨バブルの前に仮想通貨を買っていた人は何か特別な努力をしていると思いますか皆様。はっきり言ってしまえば何も頑張ってはいないですよね。なんとなく買っていたものがたまたま高く売れただけでそこには何の努力もありません。社会ではよく何かを成し遂げるときどう頑張ったかが 100% 必要であると認識されがちです。しかしそれは真実なのでしょうか。それはたまたま日本で生まれたからソマリアに生まれるよりも楽であるというレベルの話で努力で変わる部分は実はものすごく少ないのです。頑張りによって全てを変えられる努力が報われる社会であればもっと優秀な人が出てきて日本はいい状態に変わっていたはずです。しかしそうはなっていません。それなのになぜ世の中には努力神話があるのでしょうか。それはごく一部だけ努力するという才能を持った人がいるからです。その才能があればあらゆる競争に立ち向かうことができそれを突破し次第に勝つことに慣れていきます。受験競争を勝ち抜いて東大に入ったり弁護士や公認会計士などの難関資格を取ることができたり一部上場企業に入ったりすることができるでしょう。それもこれも努力できる才能があるからです。そしてひろゆきさんにはその才能がないそうです。努力できる才能がなければいくら頑張っても成功法では彼らには勝てない。何かを成し遂げるために頑張らなければいけない場所を選んだ時点でちょっと頑張っただけでうまくいってしまう人に本気を出されたらすぐに先を越されてしまいます。正面突破の方法だとハンデのついた100メートル走をやらされているようなもので絶対に勝つことができません。だから自分にとって頑張らなくても結果が出る場所に行った方が絶対にうまくいきます。逆説的な話ですがそれが真理です。つまり大事なのは競争のいらないところに貼るという考え方でございます。例えば金持ちと結婚すれば楽な生活ができると思う人がいます。婚活パーティーで頑張ってしまうようなタイプです。金持ちと結婚して楽をするのが目的だったのがいつの間にか自分磨きを一生懸命する間違った努力に変わってしまうのです。確かに一部の人だけは確率的にうまくいきます。しかし大多数が結婚できないことに変わりはありません。努力は無駄になり結局何も残りません。そういうことがこの世には5万とあるのです。さてここまで聞いて皆様どう思いましたか。なかなか残酷な真実ですよね。でもそんな真実をストレートに伝えてくれるところにひろゆきさんの魅力があると思います。一部の人だけに努力できる才能があるから世の中に努力信仰がはびこっているというのは私はめちゃくちゃ納得いたしました。特に私は大学受験の時にこれを実感しました。私は受験勉強はどう頑張っても1日6時間から7時間ぐらいしか集中できなかったのですが周りを見渡すと1日なんと14時間連続で勉強できるやつとかが普通にいるんですよ。え、疲れないのとか辛くないのなんでそんなことできるのって聞くんですがいや全然大丈夫だよみたいなことを言っていてああこいつとは本当に持っているものが違うな、こいつは圧倒的に努力できる才能があるんだなと思いました。もちろんそいつは東大に行きましたが、こういう一部努力できる才能のある人が世の中には本当にいるのです。平気な顔して1日14時間勉強するやつがいるんです。そういう努力できる才能を持った一部の人を取り上げて、努力が全てである、
努力すればすべて解決するといった努力信仰が生まれているわけです。しかし私たちはもう長年自分と付き合ってきて、自分が努力できるタイプの人間かどうかしっかりと分かっているはずです。もし自分が努力できるなら、しっかりと努力を継続して、有名大学に行って一流企業で成績を出して、この資本主義社会を楽々と生きていけばいいかと思います。しかし自分は努力できないなと感じているタイプの人ならば、ひろゆきさんがおっしゃるように戦う場所を選ばなければなりません。競争が発生するようなところには、結局努力ができる才能のあるやつに絶対に勝てないのです。向こうは生まれつきベンツに乗っていて、こっちはオンボロの K に乗っているようなものです。そもそも乗っている車のエンジンが違うのだから、同じようなどちらが速くスピードが出せるかみたいな競争になってしまうと絶対に勝てないわけです。同じようにどちらがより多く努力できるかみたいな競争に入ってしまったら絶対に勝てないのです。圧倒的な努力が必要なくとも、勝てる場所はどこか、それをしっかりと探すことが、努力できる才能がない人が一番最初にやるべきことだと思います。ひろゆきさんは今4ちゃんという英語圏のサイトを運営しております。2チャンネルと同じくアカウントがないのが特徴です。多くのサイトは Facebook のようにアカウントを取得するタイプが主流です。アカウント制であれば一人一人確実にユーザーを増やしていくことができます。そういうサービスを作りたい会社は世界中にたくさんあります。一方でみんなが匿名でダラダラ書き込むようなサービスはトラブルが起こりやすいし、やってもしょうがないと思われております。だからその場所なら競争が少なくて自分でも勝てるとひろゆきさんは計算したのです。日本の人口が減るということは日本語を使う人も減るということですが、英語圏は違います。長期的に見ても英語を使う人がいなくなることは考えにくいので、英語圏の匿名掲示板はダラダラと続けていけるのです。ある程度規模が大きくなってしまえば何もしなくても回っていくので、努力は必要ありません。そういう仕事の選び方をひろゆきさんはしてきたのです。頑張って手に入れるという選択肢を選んだ瞬間に、それは絶対に他の人に抜かれる。先ほどの仮想通貨の例で言うと、みんなが怪しんでいる時に張っていた人が勝ち抜けて、儲かっている人を真似して後追いした人は儲かりませんでした。これは大抵のビジネスにも似ている部分があります。儲かると分かった時点では遅い。逆に儲かってなさそうで誰もやっていないところにこそチャンスが転がっていたりします。そこにかけてみるのが良いです。一か八か全財産をかけるというのはおすすめしませんが、失敗しても痛くない程度に張っておくのが良いでしょう。さて皆様、この話を聞いてどう思いましたか？ひろゆきさんが2チャンネルや4チャンネルという競争が少なくて、努力しなくても自分が勝てる場所を選んだように、私たちも自分が戦う場所をしっかりと見極めなくてはなりません。自分に努力する才能があるのかないのかをしっかりと考えて、才能がないと認めたならば競争がいらないところに張ることが必要になってくるわけです。このように自分に努力できる才能があるかどうかを考えて、努力しなくても成功できる場所を徹底的に探すことこそが最も私たちが努力するべきところで、最もコスパが良い努力になります。では2言をまとめてみましょうか。世の中に努力信仰がはびこっているのは、世の中にごく一部だけ努力できる才能のある人がいるからだ。自分に努力する才能がないと分かったら、競争が発生する場所では絶対に努力できる才能がある人には勝てないので、競争が発生しない場所に張ろう。努力しなくても成功するような場所を探そう。戦う場所をしっかりと見極めよう。ではでは本日のハイライトに参りましょうか。1限で成功率を上げる方法、2限で競争のいらないところに張るということを解説してきました。さて皆様、いかがでしたでしょうか。実は私以前この 1% の努力の要約動画を出しているんです。しかし追加で前回の動画では盛り込めなかった内容を解説した今回の動画を作りました。
なぜならば、以前要約動画を上げた時からすでに半年ぐらい経っていて、改めてこの本を読み直すと実に様々な新しい発見があったからです。それはおそらく半年間の間に本を大量に読み、大量のアウトプットを重ねてきたことによって、ひろゆきさんの本に書かれている真意をより深く読み取ることができたからだと思います。同じ本でも自分の今いる能力の段階によって得られるものが違うと思うのです。自分が成長して自分の能力が上がれば、一冊の本から別の気づきや発見を得ることができます。ですから皆様にも、過去に読んでよかったなぁと思う本を今一度再読してみることをお勧めいたします。きっと新しい発見があるかと思います。今回の動画では、物事をストレートに言ってくれるひろゆきさんならではの面白い視点が溢れた内容だったと思います。特に過程ではない、結果が全てである、自分のやっていることが評価される構造が社会にあるのかをチェックすることが大事だなと私は感じました。さらに、自分に努力できる才能があるのかどうかをしっかりと考え、ないならば競争がいらない場所に移るというのも非常に合理的な選択だと思いました。非常に考えさせられる内容だったので、皆様もこの動画を聞いた後に少し時間をとって自分の今の現状に照らし合わせて考えてみることをお勧めいたします。本日は以上になります。この動画がためになったという方は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。